あれじゃ親父？うん。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ来ました推しの子ね。いやー、前回東京ブレードの舞台一通り見て、でそこら辺の演技だったりその中で起きたこととか、まあ、そっちに熱狂していたんだけど、だけどもう最後にね、もうひっちゃかめっちゃかな展開というか、っていうさ、まあけど今になればちょっと腑が落ちるというか、腑に落ちるというかね、このララライのさ、姫川って男が新しく出てきていたにもかかわらず、そんなフォーカスされることがなかったのよ。で、その分、そっち持ってきたかっていう。いや、異母兄弟でしょ？衝撃的すぎんだろ。で、これで話したことによって、じゃあ父親の話がどれくらい聞けるかなんだよね。けど、孤児ってことを考えると、まあ、そんなに詳しく知らないんじゃないか。だから、大した情報は姫川から聞けず、やっぱ二人で、姫川と協力して、金田一からもう少しなんか探るとかになるのかな。で、その協力をするにあたり、話すかな、今の自分のさ、抱えてるものとか。そこどうなんだろうね。来た来た。いや、何聞ける？いや、落ち着いてるね。こんな事実突きつけられて、寝かせたい。ホテルとか。家？え、立ったまま。いや、かわいすぎだけど金田一さん。爆睡だね。いや、そこはいろいろね、あれだ。ああ、なるほど。え？同じ？ああ、この人もあれなの。いや、てか父親、ん？あれじゃ親父？死んでんの？え、本当にこれ？いや、ちょっと死んでるよ。え？え？マジで？もう父親なのは間違いないのか。死んでる。え、じゃああれじゃない？親父じゃないところでなんかさ。あ、上原。いや、まあね。いやけど、それ遺伝って言われるのちょっとあれだね。あ、なんか姫川、嬉しそう。なんかこれから仲良くやっていけそうだね。
兄さん。もう一人の妹。寝ずに待ってたのかい？もしかして帰ってくんの？今話そうかどうか。いやー、もう一人お兄ちゃん、いますぜ。いや、友情、友情友では。言わない。いや、だからこれ、父親の線が消えたとか、そういうことなのかな？これで終わりはないよね。かのちゃん。え？あかねも消えたの？で、一緒にあれか、消えたと思ってんだね、かな。安心。今のバカめっちゃ可愛いんだけど。くっそかわいい。もうやめて。貫かれる。やっぱかなちゃんだわ。あ、金かい、そして。子や、この子も。どうすんの、お前。これどうしたらいいの、こっち。いや、そこはね、自由になってほしいんだけど、もう幸せになってほしいよ。目のあれ。消えた笑顔か。僕ね。目の。ほら。いやー、けどこれで絶対終わらない。おー、2万人 ?Me too. 俺も言った。はい。頑張ります。100は目指してないけど。めぐちゃん。おー、2万人だってね。お疲れ。おえく。かなちゃん厳しい。20% ね。いや、けど 20% もあれか5万以下なのか。上位 10%。抜かすな。ねえ。まあ、ホームとか見てるとみんな100万再生とかね、100万登録者とかいるけどね。そこ行ける人ってな、一握り。いや、そうだね。いや、そりゃそうだ。頑張れ。ルームツアー面白そう。あるね。結構見たことあるけど。あら。厳しい。お前。マジで？しょっちゅうとか使ってるものはわかるけど。マジ？ちょっとすぐやらないと。いや、嘘だけど。いや、お前。めちゃくちゃ高額なものはあれじゃん。ピヨピヨ言ってるけど。
あえてそれ出してんな、こいつ。ああ。持ってるね。まあ今まで売れてたからね。何これ。ああ。いや、子役時代からやっぱ売れてるあれがあるんじゃない？影響が。うん。うん。ああ、やっぱね。運用。ああ、今のルビー二段階変なやつ。うん。え？あれ落ちるの？一回とか紹介してるやつって。俺そういうのやってきてないから全く知識ないわ。確定申告。うん。メムチョが言うと重みが違うね。の面白そう。ん？あ、もうやんないのかな。あ、ルビーの番ではない。大丈夫か？ああ、はい。ああ、ルームツアー。まあ、勘ぐられてもね、いろいろ。ああ。どうすんの、これ、ルームツアー。いや、近くにいるんだよ、すぐそばに。いやー、二つ。うん、もう一つは。あ、あ、病院。ん？うん。結構幼くないか？え？もうあんなちっちゃい感じの時にあれなのか？で、B 小町を売り出してみたいな？先生ならみたいな。あ！わあ！やっぱり！何もう！続きまして。あれ？どうしたんだろう？結局。ルビー。うん。ミュージック。剥がしたのかな？数百万。ああ、そういうのがあればね。強いのか。あ。アクア。ちょっとあれかな？復讐する気力をどうしたらいいのか迷ってんのかな。うん。はあ。まあ、そんなことになんの？うん、旅行。これはあれは？アクアは？え、カナたちと行くの？うん。東ブレのイアン。え、これ、アカネとかも来ちゃうのかな？ああ、なんか考えてる。想像見れんのね。ありがとう。え何それ首筋、あ、マッサージ機？映画館とかよく見るけど、うん、いいね。うん。宮崎。宮崎。ああ。やばい、なんか起きそう。うん。うん。新曲？お金？なんだ？ああ、発注してたっけ？
驚かそう。すげえのか。あ、うん。あ、日村。あ、ああ。小室哲也的な感じかな、俺の時代で言うと。うん。やっぱ別のあれか？あ、消えた。あー、やっぱあれかな。おー、動かない。どうなの？ここ。うん。うん、うん。かなちゃん。ああ。いいと思うわよ。あはは、新曲。ルービーかわよ。うん。あら。お？うん。ああ、そういうこと？うん、なんか、ルーズそうな世界では。普通の社会だったらありえなさそうな、うん、え、うん、顔が怖い。納得しないのかこれ、うん、ダメだちょっともうこうなったら止められない。まあやっぱ母親だからじゃない。うん。ああ。賞味期限。時期。ネムチョの。ああ、やっぱり年齢かなって言おうと思ったのよ。ごめん。おお、やめて。殺してるよ、ネムチョ。大丈夫か、メムチョ。うん。ん？あー、ドームか。あ、てか、あの人は？あっちも気になるんだよな。全然さ。おー。あ、あいつだ。さっきの。全くできてないんじゃない？ああ、こんなの。うん、今から。ああ、もうある程度はできてる。うん。自分のあれか？ダメ出ししてんの？難しそうだね。すぐに。大御所病。ああ、それがあれなのか。枯れちゃったんだ。枯渇？これ今回の話の中で新生 B 小町の新曲くんのかな。お、動画か。あ、なんか愛と重なったりして、これでやる気出ちゃうんじゃん。ないかな。あ、もうなんか、お、あ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 、もうこれで愛ってわけではないね。
ルビーが動かしてる。ん？ああ、割れた。ああ、けどこれで描けるっていうか、作れるんだろうね。また。送ってよかったね。いいよ。いや、この結構クリエイター側の気持ち大事にしてるのいいよね。この作品のさ、説得力もなんかあるし。あ、ブレイド。終わったのか？うん。いや、演技の変化とかなかったのかな？いや、宮崎行こうよ。あ、けどあれは金田一さんとかなんか仕掛けてこないかな？カブラギはかなちゃんだとして。してから。行こう！宮崎だぜ、しかも。かなちゃん喜ぶぜ。むしゃく。あ、そうだよ。学生だよ。あ、行くっきゃねえ。もうこれは。訪れるのか。行け行け。なんかありそう。カラス。え？お？ん？誰？あ、え？え？誰？今の。出てきてたっけ、あんな子。え？新キャラじゃねえ？わかんないけど。宮崎に行った先に待ち受けてる感じ？はあ、何があんだよ。かなちゃんとの楽しい思い出にはならないね、これ。まあ、ちょっとありそうだけど。これはけど、もう、アクアだけじゃなくて、ルビーもあれかな。一緒になんか巻き込まれる感じなんか起きんのかな。いや、てか、あれ、親父、本当にあれが親父なの？なんか、さらっと終わっちゃったけど。なんかあるんじゃない？まだ。だから、父親は判明して復讐は終わっ、まあ、親父の線がなんか、消えたっていうのかな？なんかだけで。もう一波乱、二波乱全然ありそうだけどね。それかそもそも姫川も、アクアもあれが親父じゃなくて、いや、それはないか、さすがに。なんか別のあれがあると思うな。見ていく方向。さっきほら、それこそね、アイドルの方向性の方、一回考えて書き消してたけど。いや、けど、もうアクアにはそこら辺考えず幸せになってほしいんだけどね。そうはいかないんだろうな。はい、というわけでなんか新章突入って感じで、どちらかというとルビーが結構中心に今度はなっていくお話になるのかな。前回までアクアだっただけにね。まあけどそれでもまたなんか事件が起きそうだから、ルビーの新生ビーコマチの活躍見ていきつつ、あのさっきの白髪の少女と何が起きるかだね。いや、前出てきてないと思うんだけどな。けどなんかすごく重い話になりそうだね、今回も。はい、というわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだなかったらね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでみてください。以上、動画をご視聴ありがとうございました。